どうも、たちまち、こうちです。すーないないすー。万劇メンバー愛用品紹介ということで、今回僕が紹介するのは、こちらです。グルメ界の名バイプレイヤー、ネギーでございます。ネギでございます。ね、ネギと言ってもこの、青ネギの刻みネギ。ね。これパックで売ってるやつ。本当はね、あの長いネギ買ってカットしたりするのも好きやけど、とりあえず、もうこのネギ、味噌汁飲むときとか、この冷蔵庫にこのネギあるだけで、最高値なんですけど、もしね、味噌汁飲むときにこのネギなかったら、最低値ってね、なるんですよ。最低値って何？ね、もうこれね、子供のときからもうめちゃくちゃ大好きで、おかんにね、あのネギ好きとか、あ、このネギがいいみたいな、もう、なんかわがままめっちゃ言ってた記憶あります。もう早速ちょっとね、実食したいと思います。カップラーメン。ね。このままでもうまいんですけど、もうちょうど、今3分経ったぐらいです。何入れてもマジで合うから。ほんまにすごい役割、ネギは。いただきます。これね、まずネギなしでね、食べてみたいと思います。まずネギなしでね。うまっ。ここにもちょっとネギ入ってて、これもまたうまい。いや、でもちょっと待ってくれと。これ行かしてください。結構入れるよ。これぐらい入れていいんじゃない？スープこぼれるから見せれへん映像でも結構入れました。見てもほらネギついてくる。めちゃくちゃうまい。最高値です。これは本当にやっぱね、このフレッシュなネギ入れることによって、もう食感が全然違う。あとやっぱこの、なんなんやろこのネギの味。むちゃくちゃうまい。やっぱ、シーフードヌードルやからこれよく合うかも。このシーフードとネギって、土から生まれるでしょ？土と海の共演。これが一番ええ。これね、ちょっと、お酒に入れてみよう。うん。焼酎のソーダ割りね。焼酎のソーダ割り。うん。これ入れてみよう。どう？ほら、もうなんか、色味モヒートや。焼酎のソーダ割りね。焼酎のソーダ割りやなーって感じする。あ、口にネギ入ってないから。いや、ちょっとこう回して。やっぱ食感ね。うん。これモヒートみたいな色味にすんのと、やっぱちょっと食感。途中でネギ入ってくることによって、やっぱ、焼酎のソーダ割りやなーって感じしますよね。これ皆さんも試してみてください。何にでもネギって合うんで。というわけで僕の愛用品はネギでした。それではまた。もしね、味噌汁飲むときにこのネギなかったら、最低値ってね、なるんですよ。最低値って何？最低値。コウチは、最高値はコウチと名前かかってる。最低値。まあまあ、それはいいんですよ。